今日は、まあ、全国大会なんでいっちゃん大きい舞台だと思うんで全力出していい発表をしたいなと思ってます。精一杯最後まで頑張りたいと思います。いや10年後楽しみにしていてください。今日も一日頑張るぞ。集めに来たわけじゃないんでてっぺん取ってきます。どんべし見といてね。奈良ならではの力なら奈良からでも使いは変えられる。なんか勘だけど。まだ私たち中1ですがみんなに負けないぐらい頑張りたいと思います。頑張ります。頑張るぞーい。はーい。よっしゃ。彼らはしっかりやってきましたので絶対に休業証取ります。全身に合わせ。今日一日君たちの無限大の可能性を垣間見ることをすごく楽しみにしてます。このクエストカップから未来へ輝く一歩を踏み出していきます。まっすぐに力強く。よろしくね。私たちは想像の斜め45度上を行くオペラーです。就活、ツアー、それ、何？旅行に行くことへ若者要請。行き先は選べる。あ、同じだって思いました。よく頑張りましたね。チェンジハンガー to happiness。 上を幸せに変える。将来の子供たちにお金の教育とワクワクを。ライブハウスは街の復興だけではなく心の復興にも目を向けていきます。風俗をしやすく立ち回りを見てオムロンが食の問題から世界を救うのです。できるんじゃないかというそういう希望を感じました。どうもありがとうございます。チャンスだ、練って待て。絶対に夢は諦めない。ハプニングがとってもねいいんですね、こういうのってね。おめでとうございます。それはアニメの聖地巡礼です。私たちはアニメの聖地を旅行することで旅に興味のないオタクの方々に海外の観光地を身近に感じていただこうと考えました。本日はご登場いただきありがとうございますにゃん。機内アナウンスに声優を起用します。アニメに欠かせないのが声優です。チーム素人の発想。案を出した時はなんとなく何気なくブレインストーミングにペタッと貼ったオタクって文字だったんですけど、まあ、これがこんなに大きなことになっちゃうなんて。私たちは次世代の防犯カメラを救急カメラと名付けます。その機能は倒れている人を助けるということです。呼吸の浅さによって見極め心停止だった場合には AED を使うよう救急カメラが音を出し知らせます。機械流オムロンっていう企業がどういう企業なのかっていうことを考えたり、そっから何ができるのかってことを考えてるうちに、なんですかね、自分の家族みたいな感じで、とりあえずもうなんかオムロンのことがすごい好きになって、オムロンの商品とかオムロンのニュースが流れるだけでずっと見てもっと考えてしまうようになりました。そこで私たちが提案するのは夢の中で買い物をドリームマーケット、略して DM です。今森くんは夢の中で大きなショッピングモールにいます。夢の中で商品を見たり触ったりできるため買い物で失敗することがなくなります。森じゃねえよ。社会で生きていく上で必要なことを全て学べる取り組みかなと思います。最初は全然楽しいこととかもなくて辛いことばっかで、でもこの6人で最後までアイデア出し切って胸張って学校に帰れると思います。な地震の時に揺れを感知し自動で上部のカプセルがシューと閉じます。どんなに優れた技術があっても災害をなくすことはできません。ですが私たちの考えたこのプロジェクトがあることによって多くの人が避難することができ、もし逃げ遅れてしまっても様々な手段で身を守ることができます。世界のライブハウスです。こんなに一つのことたくさん調べたの初めてで、4人チームなんだって3人友達減るかと思ったくらい本当に喧嘩してすごくみんな成長できたなと思います。
中から動物の異常行動を把握し、災害が起こるのをより早く察知することで被害者をもっと減らす。動物なんて何も教えてくれないよ。確かに一頭一匹一羽では何も分かりません。しかしこの数が多種多量になれば新しい未来が見えてくるのです。それは上空3万6000キロメートルの宇宙に浮かぶ震災復興と日本再生の大切な道しるべとなるでしょう。オバーンズです。初めミッションとかもらった時もわけわかんないかもしれないんですけど、仲いい友達と意見を出し合ったり情報交換してるうちにだんだん提案とかアイディアが浮かんでくるから、そうしていったら、まあ、いい作品が作れると思います。本当に嬉しいということだけです。もうみんなと一緒にこうやって掴めた勝利は一生の宝物だと僕は思っています。本当にありがとうございました。そこで私たちが考えたプロジェクト、うどんで世界を救えです。集まった売り上げを資金とし、うどんを生産し、アフリカの子どもたちに給食として提供し、彼らを飢餓から救います。彼らはうどんを食べてこのように大きくなりました。その時彼らは、あー、うどん食いてー、うどん食いてーな、なんか俺らうどん美味しかったから自分たちの息子にも食べさせてーなーときっと思うはずです。そこでテーブルマークの出番です。テーブルマークと現地が合体し、アフリカにうどんの工場を作りましょう。またそうすればアフリカでの雇用も生まれます。うどん、とても素晴らしい賞をいただいて嬉しいんですけれど、まあ、このことでおごり高ぶらず、まあ、次の生活に生かしたいと思います。僕の中では絶対に成功しないものだと思ってます。なぜかというと、僕らもプレゼンテーションで何回も何回も練習してもやっぱりつまずくことはあるので、きっとそこに成功はないと思っています。でも失敗もないんです。クエストカップって、その自分を試せるチャンスだと思います。埼玉県立伊那学園中学校高嶺の花チームの皆さんです。彼はお父様の会社を引き継ぎ、お客様のために一生懸命努力していたの。しかし会社は経営危機に陥ってしまった。突然だが宅急便事業を始めようと思う。え、宅急便？もう限界だ。一体社長は何を考えているんだ。私のやっていることは間違っているのだろうか。やはり利益よりもサービスを優先してはいけないのだろうか。何言ってるんだ。お前の思いはそんなもんだったのか。お前はそんなに中途半端な気持ちで宅急便を始めたのか。私たちはお客様の心を運んでいるんだ。そんな自分自身の仕事に誇りを持って最高の仕事をしてほしいんだ。高嶺の花、本当にとにかく楽しかったです。もう大きなステージで演じることができたのは本当に幸せでした。小倉さんから学んだことでもあるんですけど、しっかり自分の道を貫いていきたいと思います。僕はいつしか小学校での友達作りを諦め始めていた。休み時間も遊具が前にある校庭の隅でずっと一人で座っていた。そんな僕の前に男の子が現れたのだ。今でも鮮明に覚えている。その男の子は僕を見下ろしてこう言ってきたのだ。一緒に遊ぼうやと。他のみんなからしたら何気ない一言だったのかもしれない。しかし友達が一人もいない、これからもできないと思っていた僕にとっては何よりも嬉しい言葉だった。ここに至るまでにたくさんの人の協力のおかげでここに今僕がいれると思うので、まずその人たちに感謝をしたいです。ありがとうございました。はい、素敵なコメントありがとう。おめでとう。絶対楽しいし、すごい成長させてくれるものなので、ものすごい価値があるものだと思ってます。
昨日の夜に本当に2時とか3時ぐらいにもう考えるの楽しいみたいなことを言い始めて、その時にもう、あ、明日のカップじゃなくってこいつらがそこまで行けたんやったらちょっと本当にこれをやってよかったなって思って、もうそれに今一番こう嬉しいっていうか感動してます、ね、あの答えがないので私たち教員も答えを教えられないですから、あの生徒と今までの関係を変えなくてはいけなくて、生徒たちの可能性って信じないといけないんだなというのをさらに勉強させてもらいましたね。心の底からすごくびっくりしたことがたくさんあって、いろんなことを学ばせていただいたとすっごい思います。本当にあの私たち親は見守るばかりでした。でもこういうあの素晴らしいチャンスを与えていただいたことによって、今まであの子たちが眠っていた才能が開花したような気持ちがしました。本当に我々じゃ全く考えつかないようなことを提案していただきましたから、ぜひ参考にしたいなと思いましたし、ああいう学生さんにぜひ当社に入っていただきたいなというふうにも思いました。やっぱり若い人たちがやっぱ元気にあの未来を考えていく姿を見て、やっぱ改めて大人の私たちも初心に帰っていろいろ考え直さないとダメなこともあるんだなっていうようなことをすごく感じましたね。彼女か彼らは捨てたもんじゃないぞと、素晴らしい力を持ってるぞと、でまさにこれからの日本を支えていくに足る若い世代が日本にたくさんいるんだと、こういう中学生高校生を素敵なイノベーティブな人たちに成長していただくための支援を企業としてもずっと継続していくべきだなと改めて強く思いました。関わるすべての人が成長して未来を考えられれば、未来を作れればじゃないかなって思ってます。思ってたのの10倍ぐらい感動しましたかね。ああこれ本当に次世代を作る人たちに会えてよかったって思いました。もうそれが素直な感想です。クエストっていうのは、あの勉強だけではなくて生きる力っていうものを育んでもらおうと思ってスタートしたんですけれども、自分を信じる力が生きる力だし、だから英語ができるとかね、その MBA とかそんなんじゃないんですね、今の日本に必要なのは。それを確信しました。